皆さんこんばんは。オタカルチャーの小川と申します。今日はですね、これからサクちゃんに会いに行くんですけども、実はサクちゃん、一人暮らしを始めたそうで、つい最近ですね、引っ越しの方が完了したと連絡がありました。で、今日初めてですね、新居の方に、行くことになりましたので、楽しみですね、今から。どんなお部屋なのか、今日初めてなので行くのが、まあ、ちょっとせっかくなのでその様子をですね、カメラでちょっと撮影して、どんなお部屋にさくちゃんは引っ越したのか、ちょっと動画の方を撮っていきたいと思います。それでは早速ですが行ってきます。ということで、お家です。到着しました。到着しました。ここじゃ都内防潮。都内防潮です。都内防潮の、あ、もう鍵は開いてますね。綺麗ですね。そうですね。あのリフォーム済み、リフォーム済みの、あ、これは俺のですから。これ俺の。俺のスリッパないの？俺今日来る言うたやろ。そんなもんないっす。なんでそういうこと言うの？自分のものしか用意しないっす。おお、マジか。はい、失礼します。まずキッチンが、キッチン、あ、こんなですね。キッチン汚いですけど。いや、もうこれしかないんで。先輩汚いですけど。置くものじゃないから全部ここ置いてる。とりあえずそうですね。失礼します。でもこれが今とりあえず全部、あの、あ、でも、すごい綺麗でいいじゃん。そうっすね、そうっすね。うん、だって、ほんとだって越したばっかでしょ。そう、で、無用全部、こんなになってるけどっていう。あ、これ、水沸かし始めちゃった。水、食べてきたわけ。こんなんです。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちなみに、こいつ、洗濯機の、なんつうの、上の、棚なんだけど、うん、サイズ間違えて、入らなくて、ここに。どこ置く予定だったの？ここに、ああ。置く予定、あ、これは、バカじゃん。あれ、入んねえ。普通にバカじゃん。だからまあ、ここで、そしたら結構なんか、なんか、いろいろ置けていいじゃんってなって。置くスペースにしたんだね。素晴らしいと。今日とりあえず、あれですね、机を。机また、第2弾ね。第2回目ですね。もうプロだから。うん、プロですか。プロだから、完全に。じゃあ、机運びましょう。ちょっと机運んでいきます。なんで、どっち？はい、ということで、ご飯を食べてきました。さくちゃんは、お外でタバコを吸っています。今からですね、このさくちゃんの部屋にあった机をですね、セッティングしたいと思います。長さ合ってないじゃん、これ。長さ合ってないじゃん。それはこれそのうち安全ピンで買ってきて。ベタベタについてんじゃん、これ。そうだ。これをここね、この、そうそうそう、ここに置くんだね。そうそうそう。で、しっかこっちだね。どっちか。はい、これやでしょ。これ何？こうね。そうだね。あ、でもこれでできる。あんた早速、ね、早速やりやがった。これと先下置かんと。ああ。サクちゃん奥行く、そのまんま。よいしょ。一応、あとはもう、よいしょ。で、穴合わせて。穴ってこれ？穴とね。そう。で、ちょっと待って、バッチ合わせて。ボッシュと、ボッシュのやつがある。ボッシュとさ、アナログのない。ああ、いい声。なんでポッケからこれ出てくるの？なんだよ、配管工なんだから。どこだっけかな。とりあえずまとめちゃって。これをまとめて、こいつらを。うん、あ、そこね。ここも。左右そう。音も静かだね。そう。足、ね、これをこの足のところにですね。これいいの？やっちゃって。もういいっすよ。あれ最後それで念のためやってね。うん、手でやってっすけど。オッケー。はい。ないの？オッケー。ひっくり返す。どうしよう、同じ。はい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 。いいよ。きました。ただ、で、
ですかね。こんなもんですか。はい、業務用の何これ、ソリューム、これ何、これ連結できるの、これ、え、連結できるの、え、ガチャコンつって、なんかなんつうんだあれ、なんつうんだ、すげえ、サーバーラックとかの横に引っ掛けるやつらしい、え、だから多分きっと火は出ないだろうっつって、まあね、まあ、きっとねっつって、こう、シャ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 言って、ああ、いいですね、これですよ、いやいや、すごいね、でもこれここまで行くんでしょう、で、まあこの辺にドスッとやっときゃいい、そしたらこっちは刺し回し、ダーン、で、ひねるんだ、クリッと、おー、すげえ、あー、これ以上体が曲がる、ここまで行くんだもんね、すごいね、とりあえずじゃあね、そうっすね、置いてったディスプレイで言うと、うん、あ、下じゃないんだ、そうね、ちょっとこいつはこれ真ん中、真ん中こっちからね、そこ入れるだけ、こう、はい、はい、あ、これ上から入れるだけでいい、ポンって入れるだけ、え、あ、すごい、あ、すごい、これ簡単で、あ、いいじゃん、いいじゃん、やればいいですね、いいじゃん、いいじゃん、で、あとはもうあとケーブルでんでんでんって刺すだけです、音楽は出る、音は出る、うん、ごく行きましたね、オッケー、完成しました、完成です、完成しました、あとは椅子をどっかから、椅子だって、家の持ってこない、いやもう椅子は貼るわあー、じゃあ買うの、うん、そうだね、うん、いいね、もうちょいしたら、マジ
6畳6畳ですね、うん、はい、の泊まって、でさっきのキッチンスタジオ、はい、キッチンスタジオこちらでございます。はい、キッチンスタジオ見られてます。ズームは特にないはずね、はい、でこちらがこの玄関入ってすぐ隣の扉の中がおトイレでございます。トイレウォシュレットついてます。やったね。で、あの奥に奥にシャワー室。シャワー室パチンパチン。あ、いいですね、はい、この作者お気に入りのこのこれそう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 、今回はしょっぱくないやつ。しょっぱくないやつ。しょっぱすぎて、前にあのしょっぱすぎてできた。カブツーリング行くときにね、吐きそうな歯磨きで、しょっぱっ歯磨きで吐きそうになるっていうの。いや、マジでしょっぱい歯磨きってさ、意味なくない？マジで。いや、これしょっぱいの好きだよ。できる吐くもん、おえっつうん、こんな感じの、ね、でここがあの洗濯機置きが ね今はなんかいろいろ置いてありますけど、うん、なんだろうこれって思って水がバーって大事。やめなって、回るやめなって。お水でも来てるから回して出ちゃうんですか。出る。ここだけもなんか異世界ですよね、うん、ここはすごいね、異世界ですね、うん、結構そんなぐらいですかね、うん、こんなお部屋です、はい、素敵なお部屋ですね。素敵なお部屋ですかね、うん、きっとそう、まあ、新生活、はい、応援してます、ね、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。新生活なんて言ったってももう何歳だよっていう話ですよ。そうね、我々ね、もう私今年30ですから、リアル30ですよ。ほほほほほ、うん、そろそろいろいろね、やばいやばいと、うん、いろんなことを考えなければいけない時期に突入してきているので。そうですね、本当に、まあそういうことも真剣に考えつつ楽しくね、そうね、うん、生きていこうと思います。まあまたちょくちょく遊びに来ますので、ぜひぜひ来てください。本当にお願いします。はい、よろしくお願いします。以上、さっちゃんの新居でございました。イエーイ、最後までご視聴ありがとうございました。イエーイ。